ペンパチ吉平チャンネル。肩こってるんですか。そうですね、肩こりがメインです、はい、目指しらかっていうと、はいはい、まあ一応まあ卓球やってるのでそういう関連で多分、疲労してるのかなと思うんですけど、はい、結構やってもらった時なんですけど、はい、大体整体行ってもマッサージ行っても、はいはい、やっぱりなんかあんまりすっきりした感じがしなくて、ああそうですか。で大体の人なんかここツボっていうんですかね、はいはいはい、分からないとか起こせないとか硬いとか言われて、はい、結構どちらかっていうと、うん、あんまりやってもその場しごぎにしかなってない人が多いですね。はい、ポキッとねするやつやっていきたい。はい、よろしくお願いします。はい、何でもかんでもね、硬い硬いって二人にみんな言うてる人もいたりするんですけど、まあ大体まあその硬くないとこういうとこ来ないですけど、比較の中で言うとなかなか上位に入る硬さですね。はい、ああやばいんですね。じゃあ、はいはい、ね、ちっちゃく動きましたね。はい、はい、もうちょっと動くんじゃない。おお、ああいい感じですね。ちょっと力入ってますね。グリッと動きましたね。やばいですね今、はい、すごい聞いてても分かるぐらい、いい感じですね、はい、体を起こしてもらって、はい、カメラちょっとね見てめっちゃそうやってる、はいはい、これ3胸でね、切り取ったらいいと思いますね、はい、ちょっと胸張れますか、はい、ああこれ意外にかっこいい慣れたことないですね、はい、そうですね、ちょっと体、はい、なんかマッサージ行っても、うん、整体行っても硬すぎるからちょっと難しいなって言われて、うん、なるほど、運動してるのね、まあ、やっぱケアちゃんとしてないといけないですね、うん、まあ、力抜いたりで少しずつなんですかね、はい、うわっすげえ今のなりました、なりましたよ、はい、結構ボキボキって言ったんじゃないですかね。やばい今の、はい、まあ、ありがとうございます、はい、まあ、ちょっとね、音声は聞き取れなかったんですけど、自分の中ではね、結構なったと思いますね。そうですね、グイッて言って、はい、やばかったです。はぁ、細いですね。そうですね。何キロですか、体重。60前半ぐらいです。あー、で、身長は180ですね。あ、だから相当軽いですね。大丈夫ですか？ポキって。ポキポキきましたね。はい。相当ありますね。はい。ちょっとね、足の指を鳴らしてみようと思いますね。足首とかすごい硬い言われますね。あ、そうですね。全体に硬いですね。すげえ
あれですよ、はあ、でもこの、うん、だいぶこれでもお風呂入ったりとか、うん、柔らかくはしてきたんですけど、あの、そうですね、あの努力のあれは見れますね。今日もちょっと一応、はい、そういうのっていうのもだと思ったから、はい、一応来る前に一応湯船にはそうなんです、ね、いけると思いますけどね。卓球歴は長いですか？中学からやってるんで、もう今29で、はい、もうちょっとしたら30なんですけどね。はいはい、記念する30で。だからもう15年以上卓球は続いてるって感じですね。ね、それいいことですよ。障害スポーツでね。僕結構もともとが飽き性で、うんうん、何やっても続かなかったんですけど、はい、スポーツやっても、うんうん、1ヶ月2ヶ月したら飽きたって言って、うんうん、だから何の競技でもすぐやめちゃったんですけど、上手くなる前に、うん、でも卓球だけは上達そこまでしてへんのになんか続いてる感じですね。楽しいですね。ああ、力抜いてくださいね、はい、うお、すげえな、うん、こんなになるんですね。そうですね、ちょっとビビっちゃいますね、はい、いい音しますね、はい、股関節ね。力が入ってます。こんなの流されたことないっすわ。まあね、あの結構みんなね、出たことないと多いですね。ここで力、足を乗せる。すげえ。そのままね、足伸ばして座りましょうか。え、そう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 、すごいっすね、これ。ありがとうございます。力入ってますね。うお、ね、上いけ、上、ちょっと胸張ってもらって、ここね、ちょっと力抜いてもらって、それで、手が離れましたね。よいしょ。あ、ですね。まあ、動画見てもらったらね、入ってるのが分かると思います。いや、入ってるの今感じますね。分かります？はい。はい、大体そこまで入れないんですよね。はい、うん、左の方がやっぱり使ってるから硬いかな。そうですね、左がなんか硬くて、うん、痛くて、うん、ひどい時は頭痛が出たりとかっていうのがやっぱありますね。硬いと思います。だから、はい、スポーツやってられるのは硬いですね。いけるようになると思ったんですけどね、はい、これはちょっと卓球してる割には硬いなね。うん、まあ、でも今入ってるのはすごい分かる。入ってるのは分かると思うんですね、はい、ここまで入らないですね、うん、なんていうんですか、その強くやってる感じないんですよね。ああ、痛くないと思うんですね、はい、でもこっちの方が気持ちいいですね。ああ、それは硬いからですね。凝ってる方が気持ちよかったり、こう痛み感じにくいですね。凝ってない方が痛く感じますね。ちょっと近づきます。なんかね、あ、これでいいと思いますね。あ、すごい。反対から持ってきてもらったら、ね、すげえ、ここまでだったことないですからね、はい、すげえ、うん、はい、どうぞ、はい、始まります。自分でこんなことあるんですか？はい、あるんですよ。これが整体っていうやつですね、はい、自分の指で押してる感じがやばい、やばいやばいやばい、こんな入るんですか？やばいです、はい、今の感じだったんですよね。やば、
オケで発散しに行くみたいな感じなんで、ね、あ、入ってますね、はい、右の方は比較的大体の人、うん、そこまで苦労しないんですけど、はい、やっぱ左の方が入らないっていうのは大体の人に楽勝で入りますよ、そこは。だってなんか、だから小さくなってて、めっちゃ入ってるやんって今思ってた。要は他の動画で言ってる、うわ、全然入らないとかっていうのになるんかなって、うん、最初思ったんですけど、こっち座ってもらってね、めっちゃ楽だっていう感じですね、これは。なってますね感じじゃなくて、あ、これね、めっちゃ楽になります、ね、はい、いい感じですね。はい、ということでね、まあこのぐらいにしておきたいかなと思いますね。いや、すごいです。めっちゃなんか、はい、指が入ってたというか、わかりましたね、はい、普段、だから指が入らないっていう分かってる僕自身も、はい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 、やられてる感がね、実感としてあったと思いますね。大体の人、うん、多分目いっぱい押してるんでしょうけど、はいはい、とかほぐしたりしてるんですけど、うん、全然入ってこないんですよなんかしてるな程度になってて、はい、でちょっとまあ馬一緒だったら、あ、入ってきた、でも、はい、入ってるだけで、はい、奥まで来ないんですよ、はい、ああ、なるほど。そこがね、ちょっと力がいるんでね、僕も結構こう、なんちゅうかな、そうですね、腕がでかいですよね、はい、この辺は割と発達してるんですよね。ですよね、筋肉がやばいですもん、なんか、うん、やばいやばい筋肉の動きがやばいですね、まあ、結構ね、指も鍛えないと思います、ね、ですよね、なんか、なんとそのあるあるとかどうかあれじゃないですか、はいはい、ステスちゃんの指はえぐいことになってるちょっと一回、まず止めますね。あ、僕もじゃあ止めます。今もうそういうことになってますね。最後まで動画を見てくれてありがとう。他の動画も良かったら見てね。